こんにちは。こちらをご覧ください。はい。これで1時間足なんですけども、皆さん、私がずっと言ってきたこと覚えてます？ちなみに本日は12月22日です。ほら、こういうふうにレンジの幅引いたでしょ？レンジを引くってことは何が起こるかっていうと、ブレイクもありますよってことですからね。で、ブレイク起きたじゃないですか。で、いつものように符号するところがこの辺りでしょ？まさにここまで来たわけですよ。まあ、ですんで、まあ、無風状態が続くよっていうふうに基本的にはね、申し上げましたけども、ブレイクするとしたらまた話は別です。これは取っていただきたいところですね。今までのこの相場解説、1年以上見てる方は特にですけども、私の相場解説っていつも同じでしょ？レンジを引いたらブレイクが来るよと。収束したらその後ブレイクが来るよと。じゃあブレイクってのは何かっていうと、私たちが大きな利益を瞬間に取れる瞬間なんですよ。で、それに比べて、レンジ内で上行ったり下に行ったりして取るのっていうのは、まあ難しいわけですよ、こっちの方が。実はね。っていうのは、レンジの幅が大きくないと取れないんで、これが。だいたい60ピップスとか70ピップスないと、このレンジ内でレンジオプションを引くっていうのは難しいんですよ。だから、ブレイクになってくるわけですよね。特に今みたいに、このピップスの差が40ぐらいしかないわけですよ、ここ。40ね。ってことはもうブレイク狙いしかないですよね。まあでも張り付いて見ていられる方はあまりいないと思うんで、皆さんが皆さんね、この瞬間に立ち会えるかどうかわからないんですけども、少なくともこのチャートを見て、あ、ブレイクって本当に使えるんだ、そのためにはレンジってのをちゃんと見分けられるようになってはいけないんだなっていうふうに考えていただければ、この年末も新年に向けての大事な練習になると思いますんで、そういうふうに覚えておいてくださいね。はい。じゃあ今回は以上でございます。まあまだ、あれじゃないですか。レンジの方に入るんじゃないですか。じゃあまた明日。